渋谷の登ル9月23日から1994年6月6日は日本の実業家、政治家。広島県福山市出身、元福山市議会議員。福山通運、ベッセルを創業し、渋谷美術館、福山通運渋谷長寿健康財団、財団法人渋谷育英会を創設した。当時の広島県足名郡有馬村下有地三村に5人兄弟の、 次男として、かつて庄屋を務めた旧家に生まれる。父慎太郎は、土建業を営み、比較的裕福な家であった。足田川の治水事業を多く手掛け、地区の中心的な名家であったが、大正8年7月に、ビンゴ地方を襲った未曾有の大水害によって、手掛けていた足田川堤防工事、県道の補修工事、城山の砂防工事のすべてが、跡形もなく崩壊し、 大損害を被った。またその復旧工事の最中の同年9月、またも大水害が起き甚大な被害を被る。受け負い工事の追加費用は莫大な金額となり、渋谷家は先祖伝来の土地のほとんどを手放すことになった。古婦人上交渉を大正9年に卒業するが、上記の金銭的問題により、県立福山中学への進学を諦め、 大崎上島の県立商業高校に進む。県立商業高校では公開化を選択し、成績も優秀であったが、持病の脱毛症が悪化して、いじめに遭い、教員の勧めで休学して、足田町に戻ることとなる。特等病のため徴兵検査も不合格となった。1924年10月、足田町で土建業を継承し父の負債も継承する。このため、 県立商業高校も中退となる。府中市の大木橋は足田町在住当時の建設事例である。渋谷の死後、福山自所株式会社は、ベッセル株式会社と社名変更している。詳しくはベッセルを参照福山入居するホテル1948年、広島県福山市で廃業した運送会社の福山支店の設備を譲り受け、 福山貨物運送株式会社を創業。後に福山通運と解消。1970年11月東証一部上場。他社が躊躇するような大型トラックを積極的に導入するなどして、事業者向けの運輸事業で業績を伸ばし、渋谷は創業22年に一台をして、東証一部上場の全国ネットの運送会社に成長させた。渋谷の主居時には、 年賞530億円に達していた。詳細は、福山通運を参照他にも、以下のような養殖についた。福山市東深津町福山通運本社敷地内、福山市、本町、渋谷美術館福山市、本町、福山市武道館。ありがとうございます。